マルカ・シェンク。マルカ・シェンクは、日本の競争馬。サンデー・サイレンス最後の世代の産駒。馬名は、カンムリメと母のシェンクを組み合わせて名付けられた。2005年9月、阪神市は2000メートルの新馬戦でデビューした。単勝1.1倍の圧倒的な一番人気に、支持され、後の朝日杯フューチュリティ・ステークス優勝馬、フサイチリシャールなどを破り、 日着に三馬身の差をつけての勝利となった。自走は重賞のデリーハイ二歳ステークスに出走し、ここも二馬身差で勝って重賞初挑戦で初勝利をマークした。三走目は京都二歳ステークスに出走する。前走重賞レースを勝っていたため、二歳馬としては厳しい57キロの金量を背負うことになった。レースでは、 後のサツキ賞に着場、ドリームパスポート以下に勝利して、無傷の3連勝となった。その後ラジオ短波杯2歳ステークスを目指して、調整中に右前足を骨折した。全治3ヶ月と診断され、休養を余儀なくされた。2006年、3歳になっての復帰初戦は、京都新聞杯に出走した。レースでは1000メートル通過が1分2秒8という、スローペースとなる。 後方2番手から進んだ本馬は、出走メンバー最速の上がり3ハロン33.0秒を記録した。しかし、前で粘る馬を捉えられずに5着に敗れ、初の敗戦を喫した。一度叩いての次走は、東京優駿に出走した。最後の直線で内に囲まれながら、良い足を使って上位に進出した。しかし先行した、同級者の名称サムソン。 逃げた、アドマイアメインラを捉えきれず、四着に敗れた。さらに宝塚記念を目標にした矢先に、宇宙間四根骨,骨骨折を発症する。軽度の骨折であったので、秋を目標に、再び休養に入った。10月8日の毎日王冠で復帰した。騎手が、柴田義富に乗り換わり、初の小場相手に四着と検討した。自走は、天皇賞、秋か菊化賞か。 どちらに出走するかが注目された。競技の結果、天皇賞は除外の可能性が高かったこともあって、菊花賞に挑戦する。中1周の厳しいローテーションと3000メートルという距離が影響したか、4番人気で7着に敗れた。自身初の着外敗戦であった。続く、マイルチャンピオンシップでも1600メートルへの距離短縮で4番人気と支持を集めた。 レースでは後方から進んだが直線で伸びず12着に敗れた。さらに秋のローテーションの厳しさが懸念される中で12周でナルオ記念に出走した。回収直後の阪神競馬場における先行有利の馬場を活かしてスタートから逃げる展開となった。最後は桜メガワンダーにかわされるも2着に粘って久しぶりの連帯を記録している。 2007年の初戦は、京都金杯となった。後方に待機して、直戦を迎え、メンバー最速の上がりサンハロン34.1のタイムを記録する。しかし逃げたマイネールスケルツイラも止まらず、4着に敗れた。続く、小倉大賞天では一番人気に押されるも7着と、敗退する。中山記念でも7着に敗れた。レース後に、 瀬戸口務調教師の定年により河内要求者へ天馬屋となった。天馬屋後に長年点を発症し、容体が懸念される。幸い手術は無事に成功し、長期休養に入った。そして12月12日に帰休した。2008年復帰後初出走で天馬屋後の初戦ともなるレースには、ニューイヤーステークスが選ばれた。 スタート直後から果敢に花に立つとそのまま押し切り、約2年ぶりの勝利を挙げた。その後国ら対象点では、2年続けて一番人気に支持された。先行から抜け出しを図るものの、最後に浅カリフィートに大外からかわされ2着となる。続く中山記念では4着と、構想を続けている。ダービー今日チャレンジトロフィーでは再び一番人気となったが、スタートで、 ダッシュがつかず発着だった。4ヶ月の休養を経て、関谷記念に出走する。手薄なメンバーだったこともあって、休み明けにもかかわらず、単勝2.1倍の一番人気に支持された。レースでは人気に応え、自身最速の上がり32.3の末足で解消した。2005年のデリーハイ以来、2年10ヶ月ぶりの重傷制覇となった。また、 河内洋の開業以来初の重賞勝利ともなっている。夏場は一戦のみで休養に入り、秋の大舞台に備えることになった。復帰初戦の富士ステークスでは2番人気に押されるが、0.9差の13着と敗北を喫した。本番のマイルチャンピオンシップでは11番人気と人気を落として迎えることになった。レースでは最後肩から駒を進め。 ブルーメンブラッドラと並ぶ上がり33.9の差し足を見せ6着に入っている。2009年はまず2年ぶりに京都金杯へ出走3番人気に押されたが玉もサポートの2着に敗れた。続く東京新聞杯はスタートで大きく出遅れたこともありいいところなく11着に敗れた。その後半年の休養を挟み 連覇がかかった関谷記念に出走したが、スタートでので遅れが響いて16着と大敗した。続く新潟記念では後方からレースを進めたが、伸びきれず9着に敗れた。続く朝日チャレンジカップでは終始後方のまま14着と大敗した。続く富士ステークスではザレマとの兄弟対決となった。レースでは、 後方から鋭く追い込んで、アブソリュートの2着と、構想した。しかし、本番のマイルチャンピオンシップでは18着と、との負けにしまわた。続く、ナルオ記念でも14着と2戦続けてのとの負けとなった。2010年は、マイラーズカップから、指導、後方から徐々に差を詰めるものの伸びきれず10着に、終わった。本番の安田記念ではスタートで出遅れてしまい、 見せ場なく十七着と大敗した。その後、米子ステークスでは、後方から追い上げるも五着に敗れた。三年連続出走となった、関谷記念では出遅れて、終始後方のまま十二着と惨敗した。新潟記念では、後方から追い上げるも八着。富士ステークスでは、見せ場なく十着。初のダート戦となった、武蔵野ステークスでは、後方から追い込んでくるも五着。 ジャパンカップダートでは10着に敗れた。その後12月18日付で競争場登録を抹消。当初はフランスにて種ボバになる予定であったが、サンデーサイレンス自家子の両欠場であることから、生産者の要望に応える形で、ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバ入りすることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。